台湾吸血鬼一族的温柔爸爸，和从日本嫁过来的漂亮妈妈，还有经常从日本来看我们的外公。おじいちゃん。はい。ありがとう。吸血鬼是永远不会老的。Hila 的外公希望与人类一起生活，所以发明了衰老药。Hila 一家人决定从此不吸人类的血，选择与其他吸血鬼不同的生活。Hila 从小就被家人满满的爱所包围，过着自由自在的生活。好可爱。但 Hila 也会不平衡，不能控制吸血的欲望之前，家人是不会让他出家门的。有一天 ，Hila 在院子里看到一只可口的兔子，在追赶中，偶然发现了秘密的通道。哈喽，我。少女恋爱了，却是一个不被允许的恋爱。
君、あの屋敷に住んでるの？うん。日本語できる友達初めてだ。名前は？キーラ。バン・キーラ。僕はテツ。キーラちゃん、僕の秘密の場所。すごい！どうしたの？どうぞって言ってもらわないと入れないの。どうぞ。何これ？パイナップルパンだよ。一番好きなんだ。ありがとう。本当に好きなのね。何これ？僕も父さんみたいにミュージシャンになって世界中を飛び回るんだ。僕が作った曲。哲くんが作ったの？うわ、聞いてみたいな。え、今？うん、一回でいいから。へえ。お願い。じゃあちょっとだけ。絶対歌手になれるよ。私ずっと応援する。じゃあよ。これあげる。僕の宝物なんだ。ありがとう。でも私何もあげられるものないし。いいよそんなの。綺麗でしょ？ママの手作りなの。私のお気に入り。はい。ありがとう。あれ、キーラちゃん？吸血鬼是不能与人类共存，你这个败类！
し、こっからすぐに逃げよう。パパとママは？すぐに来るから。ママの妹がいることは知ってたろ。あそこで一緒に待ってよ。这就是 Kira 与父母的永别。パパ、ママ、おはよう。ここは横浜元町にある創業120年の老舗のパン屋、その名もバンパン屋。おはよう。おはよう。おじいちゃんおはよう。うんうん。宗次郎おじいちゃん、このパン屋の創業者。おお、今日もおいしそうだね。おはよう。おはよう。今日もいい天気ね。小麦粉25キロ追加するの忘れたでしょ。マリアちゃんはママの妹、元町のマドンナだ。はい。マリアちゃん、いつもパワフルだな。旦那さんの力彦さんは元人間でプロ野球選手を目指していた。新しいパンのアイデア考えた。今考えてるとこ。よし。お、綺麗だね。ん？やだ、まだ朝だから。そして、私バンキーラはこんな焼きたてパンのようなほかほか温かい家族の元で育ったのです。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。私たちヴァンパイア家族は正体を隠して人間と一緒に暮らしています。キーラ。はい、おじいちゃん。これは飲むと年を取る薬、その名もアンチアンチエイジング。はい。お父さん、この薬飲む時だけはちゃんとするのね。自分で発明した薬だからね。そうです、私が発明したのです。我々は人間のように年を取るのだ。そして限られた時間の中、我々の人生を全うしようではないか。ペントヌイ。ペントヌイ。ねえ。こっちに来て。ん？はい。え、何これ。お見合いの申し込み。
キイラの肖像画も配っておいたから。もうすぐキイラも二十歳でしょ。え、これみんなヴァンパイアなの？そう、たくさん集まったでしょう。ヴァンパイアのママさんネットワーク甘く見ないで。ほら、でも私は力彦さんみたいな人を見つけようかな。なかなかヴァンパイアになりますっていう人間いないのよ。大丈夫、私たちサイドの温厚なヴァンパイアだからね。数年前にこの横浜で一度だけ哲くんの姿を見かけた。哲くん、キイラちゃん。ジョージさん、こんにちは。はい、これ今日の分。探してたお目当ての歌手は見つかったかい？誰誰？誰の方なの？夏、お前は仕事せ、仕事。はい。キイラちゃん、明日はバケット10本お願いね。はい。これで全部です。え、はい、ありがとう。ありがとうございます。こっから落ちるとね、脳みそ飛び散って内臓ドローンって全部出ちゃうんだよ。ん、その夜出会った少女ミキちゃん、失恋してダイブしようとしていたらしい。ミキちゃん、次ここ掃除ね。はい、任せて。ミキちゃん、次こっち。はい。きれい。クリン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 。で、採用したの？私の許可なく。かいキイラの頼みだからさ。時給800円を1000円にしたのは、僕ですけど。台湾からの留学生でさ、漫画家志望で専門学校に通ってるって聞いて、ほら、台湾なんて言われたら全く他人の気がしないだろう。台湾ってキイラにとっては鬼門なのよ。ああ。ふーん、かわいい子じゃない？
首の印は絶対に消えないからね。分かってんの？分かってるよ。あのね、ミキちゃん。うん。今見たこと誰にも言わないでほしいの。じゃないとミキちゃんの記憶消すことになる。記憶を消すってどういうこと？それは今からする話信じてもらえたらいいんだけど。始まりは総次郎おじいちゃん、パン職人になるためにヨーロッパに修行に行ったんだけど、訪れた村がヴァンパイア一族の村だったの。ん？ヴァンパイア？その後おばあちゃんと運命的な出会いをして二人でこのパン屋を始めたんだ。私たちヴァンパイアにはそれぞれ特殊能力があるの。人間の個性みたいに。総次郎おじいちゃんはワープさせる能力、私は人の記憶を消せる能力。待て待て待て、漫画の参考にメモでおきます。え、おじいちゃんワープ、うん、超すごい。ねえ、本当に怖くないの？私大好きなんです、ヴァンパイア。本当にいるなんて。え、ちょ、みきちゃん、どうした？大丈夫？カラオケで寝ないですか？カラオケ？うん。それはもう時代遅れなの。今は高反発マットレス最高だよ。普通ですね。うん？キラちゃん、太陽大丈夫？うん、大丈夫。ん？アンチアンチエイジングっていう薬飲んでるの。人間と同じように年も取るし、ほら日の光にも強くなってんだよ。すごい。あとはあとはあとは、あとは普通に知られてるのと同じで、ニンニクが苦手だし銀が苦手だし、あ、でも十字架は平気だし変身したりもしない。どうしたの？うん、嬉しいの。ほら、私自分のことを全部話せる友達っていなかったから。私たちずっと友達です。 DJ 春です。もうすぐ横浜港フェスティバルだね。ここでみんなにビッグニュース。パン屋の女の子からのアイディアでパン協会が歌手を誕生させることになったよ。
歌手になりたい人、みんな集まってね。え、なんで歌です？フェスでオーディションを開催してパンの歌作るの。かわいいし、未来のミュージシャン発掘って話題になるでしょ。それに、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すいません。どうかなさいましたか？その、はい、これ買ってください。は？このクリームを塗るだけで大きくなるんです。お願いします。この香り、このおっぱいクリームを使った A カップの女性は数週間後にはなんと E カップにサイズアップ。ちょっとちょっと、あなたいきなり失礼です。帰ってください。你也太没有礼貌了吧！你现在是觉得我和 Kira 胸部很小是不是？哎，我们也很有料啊！你看，你看，你觉得我们需要这种东西吗？对不对？もしかして欲しいの？これ受けませんか？オーディション来てくれたらたくさん買うんで。てつくん思い出してくれるかな。男は浮気者、初恋忘れて美女に囲まれて愛に溺れてる。もう！きっと覚えてる素敵な君のこと、だから大丈夫。頑張って大好きなキラ、絶対来るよ初恋の人。ありがとうミキちゃん。迷惑なのよ。もう忙しいだから。すいませんでした。大変申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。バイバイ。甘栗いかがですか？おお、甘栗美味しいよ。健康。はい、はい、こっちもね。美味しい？美味しい？美味しいでしょ？甘栗こっちの。え、今日中華街初めて？初めて。今日どこ行くの？マリンタワー行くなら持っていかなくちゃ。甘栗と僕。
すぐですね、フェス、うん、お目当ての人来そうですか？来てくれるといいんだけどな。ひらちゃん、新作のパンフェスに間に合うのかな？今やってますよ。楽しみ。あ、ジョージさんたちこそ司会頑張ってくださいよ。ありがとうございます。ケン君、違う違う、俺が覚えてねってことはそんな可愛くねえんだよ。ひどっ、お前そんなこと言うな。あ、そうだ、あの台湾の子さ、俺結構好きだったんだよね。お、俺の好み。剣が別れたっつうんだったら俺行っちゃおっかな。ミキのこと、うん、いや、あいつ超重いからさ無理。そんなひどいよね。今こと言うと最低だよね。ひどいよね。あ、俺ちょっとトイレ行ってくるわ。手出すなよ。ごめんね、ゆうこ、うん、今日仕事が忙しくてさ、会いに行けないんだ。愛してるって、ゆうこ。わっ、で誰だよ、お前。みきちゃんがどれだけ傷ついたか分かってんの？はぁ？よくも笑い物にしてくれたわね。俺、中華街じゃ少林寺の剣って呼ばれてんだ。留守番お願いね。オリジナルソングでのデビューと、バンバンやオリジナル新作バンバンザパン1年分を差し上げます。はい、では早速トップバッターリラクインチェルさんお願いします。喋ることは何もない。パンへの熱い気持ちを俺たちのこの歌に乗せるだけだ。
来ましたか？大丈夫、きっと来るよ。パイナップルパン。はい、ありがとうございます。あ、おっぱいクリーム。はい、ありがとうございました。以上をもちまして本日の応募者すべて終了しました。皆さん素晴らしかったですね。すごかったです。はい、ただいまより厳正な審査に移ります。歌はもうやめたんだ。クリームいっぱい買うからお願い。ちょっと借ります。はい。じゃあ待たせしました。どうやら最後の応募者のようです。どうぞ。どうしたら君の心に手伝ってあげて。どうしたんだい君もそうなの。でも聞けない一人じゃない。同じことを今も願う。心に触れてる間に映り込む記憶二人。今も
願う。この頃に頃に触れてる間に映り込む記憶二人。この頃に頃に君と僕とのこの頃に頃に頃に同じ場所に。キイラちゃんだよね。テツくん、あ、それ持っててくれたんだ。うん、僕も。さあ、みんなも言ったよね。横浜みなとフェスティバル、そこで未来のスターが誕生。先週からすごい数のリクエストが来てるよ。キーキーちゃん、キラちゃん、キラちゃん、ちょかわいい。熱くんもうすぐ来るよね、どうしよう。町のパン屋さんから飛び出た甘い声のボーカリスト、鉄です、鉄です、鉄です。キラちゃん、残念です。それでは鉄でハッピーチェンジ。ちょっとキラちゃん、シャヨチェンジング、キャラメルココアのトッピング、チェンジング、ぐるぐるシナモンパン、チェンジング、チョコレートクリームトッピング、チェンジング、あの日のパイナップルパン。恋は急に世界宇宙、ほら逆立ち歩きで過去現在未来全部映し出す。僕は何度も何枚オプションついた自分脱ぎ捨てて、焼き上げ食べ頃全力疾走する。ハイテンションチェンジング、パンが焼けたらパーティー。ハイテンションチェンジング、幸せの味。ハイテンションチェンジング、パンが焼けたらパーティー。ハッピーチェンジング、ガラスの靴プレゼント。キイラちゃん、ご両親が亡くなって明るく生きてるって本当にすごいよ。私ね、台湾にバンパン屋2号店をオープンさせたいの。亡くなった両親やマリアちゃんたちの恩返しのためにね。で、食べる人みんなが元気になるような一流のパン職人になりたい。
キイラちゃんならできるよ。僕も隣で応援してていいかな。ミキちゃん、はい、できた。うん、どう？うん、まろやか。恋のスパイス効いてます。私も新しい恋したくなったです。キラ、本当に好きならヴァンパイアにしなきゃいけないんだよ。わかってるよ、でも今だけ。やっぱ効くね、本場台湾のマッサ。あー、てっぺんはダメ、ヴァンパイアのツボなの。止まっちゃったよ。あー、どうしよう。あー、もっと止まっちゃうよ。てつくん、キイラちゃん来ちゃった。散らかってるけど、ちょっと待っててね。片すわ。どうしたの？どうぞって言ってもらえないと入れないの。どうぞ。お邪魔します。はい。ねえ、新しいバンパンダパン持ってきたんだ。かわいい。どうぞ。ありがとう。うん、あ、飲み物持ってくれない？ねえ、これって？あ、子供の頃から調べてるんだ。父さんが死んだのが事件っていうか事故っていうかさ。お父さん亡くなったんだ。うん、襲われたんだ。
にヴァンパイアだった。それで横浜のおばあちゃん家に引っ越したんだけど、おばあちゃんもすぐに亡くなっちゃって、あの時以来父さんの好きなギター弾けなくなったんだ。でもやっぱりいいよね、音楽は。これもキーラちゃんのおかげだよ。パンのお礼に得意料理作るよ。もうちょい待ってて。うん。哲くん、今何作ってる？父さんが伝授してくれた唯一の料理、ガーリックチャーハン。もしも私がヴァンパイアでも好きでいてくれる？もちろん、キーラちゃんなら。ヴァンパイアでもどんな姿でも。抑えられてないみたいだ。もしかしてアンチアンチエイジングのせい、脳細胞まで老化しちゃってるんじゃない？え、大丈夫？認知症はな、子供に戻るっていうし、やっぱりそうなるとヴァンパイアの本能を抑えられないのかな。终于找到你了，一定带他回来。啦啦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 啦，卡可以卡可以，一番卡可以，好帅哦！啦啦啦啦啦。嗨。え？僕はマイクリ。韓国から来たばかりで、この辺案内してもらってもいい？そんな突然。私ミキっています。君はとても良い香りがするね。
こういう人に会ったんです。その人モデルに物語にしてみました。かっこいいかっこいい。みきちゃんの好きな人。うん、キス、結婚、結婚、幸せね。したの？韓国のサムコングループの御曹司様だって。あの大企業の？ホテルやデパートをアジアで100店舗以上展開する天下のサムコングループだよ。それで今日はどんなご用件で？あなたの絵を見て一目惚れしたんです。僕と結婚してください。え？もしかしてお見合いの肖像画？ミキちゃん、お嬢さんをキーラーさんを僕にください。いや、どうすんの？そっか、それでミキちゃんバイトに来てないんだ。うん、ショックだと思うけど難しいよね。初めてできた大切な友達なのにな。大丈夫だよ、誤解もすぐに解けるって。だといいけど。行こう。あなたにふさわしいのは僕だけです。僕と一緒に行きましょう。あなたにふさわしいのは僕だけです。はい。はい。キラちゃん。キラちゃん発見。こっち来て。これ、これなんてどう？結構おしゃれだし。あのシルバーはなんていうかアレルギーみたいな。絶対似合うよ。ま、ちょっとつけてみて。ほら、私にはこのネックレスが一番だからさ。新しい曲作ってるんだ。完成したら一番に聴いてくれる？うん。どんな曲なの？今度会った時のお楽しみ。楽しみにしとく。うん。
キラちゃん。どうぞって言ってもらえないと入れないの。銀は猛毒。ちょっとつけてみて。あ、いや。もしも私がヴァンパイアでも好きでいてくれる？鉄くん、聞きたいことがあるんだ。ん？この間のことって父さんの事件となんか似てる気がするんだ。何か僕に隠してることない？ないよ。ないない、あるわけないじゃん。ごめん。よし。うん、おかえり。リキヒコさん。ん？ねえ、リキヒコさんはさ、マリアちゃんのことが好きだったからヴァンパイアになったんだよね。まあ好きだったのは事実だけど。けど、まあ、逃げ切れなかったってのが本音かな。いや、告白したらヴァンパイアになれって言われて、こう逃げたんだけど捕まってガブリって。ねえ、それでさ、人間に未練とかなかったの？まああるっちゃある。
ていうかある。これでもさ、甲子園の花だったからさ。ヴァンパイアなんかに生まれたんだろう。鉄くん、好，我知道了，我会马上带他回去。어떻게700년을부려먹지키라ちゃん。ミキちゃん、私以外味見する人いないです。ミキちゃんに会いたかった。キラちゃんには私がついてるよ。1cm ずれてたようだ。
鉄くん。どうぞって言ってもらわないと入れないの。どうぞ。鉄くん、新しいバンパンダパン持ってきたの。私がヴァンパイアでも好きでいてくれる？苦しいほど愛する人は一生に一度しか現れない。鉄くん行くわよ。戦い方を教えよう。等你很久了 ，Kira。我终于见到你了，今晚要盛大的庆祝，开始我们的结婚典礼。你杀了我父母，因为他们要提倡与人类共存，但这是不可能。可我们可以，可以。别骗自己了，就算能隐瞒身份，如果人类知道你是吸血鬼，
会怎么办？他们全都会离开你，就像你男朋友一样。你真的很像阿丽莎。阿丽莎，我外婆。是，本来我们吸血鬼一族是过着很平安的日子，但是他出现了，就是你爷爷，他改变了一切。阿丽莎，他希望与人类共存，离开了我。但是现在你回来了，我送给你一个礼物，是永恒爱情的标志。慢点，别管他，反正我们不够鲜血。キラ、安心しな。俺たちが守る。あんたたち、覚悟はいい？行くわよ、ニンニクバズーカ。少しだよ。大丈夫。戻ろう。我更迷吧。听见没有？它是属于我的。キラちゃん、ダメだ。鉄くん、もういいの。
있어. 離さないよ。私も。ミキちゃん綺麗よ。こりゃめでてや。ありがとうございます。バンバヤにした責任取ってね。君はやっぱり良い香りがするね。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ミキちゃん幸せそうだったね。憧れの彼と一緒になれて。うん、そうだね。哲くんが助けに来てくれた時本当に嬉しかった。あの時僕は決心したんだ。君のためにヴァンパイアになる。一生君のことを守るって。でもやっぱりできないよ。どうして？僕じゃダメ？大好き、好きすぎて息ができなくなるくらいだから。憎んでるでしょ、ヴァンパイアのこと。僕はキイラちゃんのそばにいられるのならそれだけでいいんだ。世界一優しいヴァンパイアになるよ。ありがとう。
ラジオくん、おじいちゃん寝てるからちょっと静かにして。聞いてたんすね。でもさ、あんなに好きになった人がよ、ヴァンパイアになってもいいって言ってくれたのに、どうして記憶消しちゃうかな。そこまで言ってくれただけで満足。それに台湾にヴァンパイア2号店オープンも決まったし、ハッピーだよ。Rock up ADJ ハルです。さて、今日は FM 横浜のライブハウスから今話題のボーカリストの公開ライブ。あー、またサボってる。皆さんこんにちは、テツです。テツくん、1年ぶりに横浜に帰ってきました。またここでライブができて最高です。さて、今日は新曲を披露してもらうんだけど、その前に鉄の曲についていろんなエピソードを聞いちゃおうかな。キーラー、急ぎの配達、すぐに行って、あかりがホール。はい。キーラー、ありがとう。待って、ごめん、これ。キーラー、俺はな、ヴァンパイアになったこと1ミリもみじんこも後悔してない、うん、マリアちゃんとキーラ、じいさんって家族が持てて最高にハッピーだ。世界一の幸せ者だ。よし、急げ。はい、気をつけてね。今回の新曲は精一杯僕の思いを込めて作りました。自分で言うのもなんだけど傑作です。みんなは自分にとって運命の人っているのかな。ありがとう、鉄くん。実は僕には忘れられない女性がいるんです。まだ会ったことないんだけど。彼女は毎晩夢に現れるんです。本当に律儀に毎晩。頭おかしいと思う。僕もです。でも彼女はこの現実世界のどこかにいて、いつか会えるんじゃないかってかなり本気に思ってて、そんな彼女のストーリーを歌にしちゃいました。聴いてください。夜の闇に君と僕、ほら巡り合ったね。初めてのときめきと僕にギター弾いてて微笑君からの星、なくさずずっとずっと
けてるよ。君だけがまだ愛しい人。恋もう届かない。声だとしても僕は歌い続けるよ。そう信じてる。また会える日を。あなたは本物ですか？あなたは本当にいたんですね。こんな風に会えるなんて。待ってください。あなたなんです。僕の夢に出てきたのは。あなたも何か感じるんでしょう。だから来てくれたんでしょう。記憶消したはずなんです。その力が効かないなんて初めて。なんだかよくわからないですけど、ここであなたを話したらいけない気がするんです。お名前は？キーラ。バンキーラ。はじめまして。初めまして。